皆さんこんにちは、おーチャンネルです。よろしくお願いします。今日はですね、いつも私がどのように YouTube の動画を撮影して編集をしているのか、YouTube の動画制作の裏側をねお見せしたいかなと思います。私 YouTube を始めたのが2021年3月20日です。もう1年半ぐらいですけども、おかげさまでね、たくさんの方にねご覧いただいて、そしてチャンネル登録もねしていただいて本当に嬉しい限りです。で、今回はですね、私が YouTube 始めてから、どんな風にね今まで撮影をしてきたかなんていうのをね、今まで話したことはあまりなかったんですけども、今回ちょっとねお見せしたいかなと思います。というのもですね、YouTube を始めて私の周りの人でも、YouTube やってる人っていうのがねまだいないんですよね。友達とか、YouTube やってる人がもしいればね、私も欠かさず見るんです。私のね、YouTube はもちろん周りの人たちでも欠かさず見てくださってる方がいるので嬉しいんですよね。だからその逆の嬉しさ、友達知ってる人が YouTube をやってるっていうのでね、それを見る楽しさっていうのも私も知りたいなと思ってですね、そういう人たちのためにも、あとはこれからね YouTube もし始めたいとか、動画編集やってみたいっていう方のためにもね、ぜひね参考になればいいなと思います。私も昔は YouTube はもちろん見る専門でしたし、私自身が YouTube をやるなんて思ってもみませんでしたけども、でもやってみるともちろん楽しいですし、まあ私初心者ですから、そんな動画編集クオリティは全然高くはないですけども、まあ、でも最低限のことはねやっていくうちに身につけてきたと思うのでね、今日はそのあたりもね、ご覧いただければと思います。でまずね撮影です。今はこれスマホ手持ちでねこの撮影を今してますけども、基本的にやっぱり重要なの三脚、じゃん、これ私がいつも使ってるメインの三脚です。今まで三脚って結構何本も買ってはきましたけども、やっぱりね今使ってるこの三脚、過去に動画でねご紹介していますけども、これが今私が使ってる中では一番使いやすいですね。 Amazon で、2500円ぐらいで買ったのかな。で予備でもう1個持ってます。でこの三脚は、もちろんね普通のデジカムとかの撮影も使えますけども、このねやっぱりスマホホルダーね、これもセットになってるのがいいですよね。でこのスマホホルダーもここの真ん中にスマホをはめるんですけども、このはめるのがバネ式で、固定をするタイプと、これはバネ式じゃなくて、なんていうのかな、この上の部分をこのくるくる、ちょっと今片手でカメラ持ってるんで、こんな風にねここネジをくるくるくるっと回すと、この伸縮とか縮小ができて、この方がねバネ式よりもねしっかり固定ができるんですよね。バネ式だと何だろう、途中で万が一ねパチンってね取れちゃうこともあるんですよ。でもこのネジでねくるくる固定するタイプだったらしっかり固定ができますからね、大きな6インチを超える大きなスマホでもねこれ固定ができますのでね、おすすめです。ちなみにこれね横から見ると、こんな感じでしっかりねカメラをガード、スマホをねガードしてくれます。このスマホホルダーも、この三脚とねセットで、売ってました。はい。で、撮影機材ですけども、まあ、結構ね、GoPro とかね、しっかりしたデジカメを使う方もいるとは思うんですけど、まあ、私の場合はお手軽にスマホ、iPhone で撮影をしてます。今ね、iPhone だって、カメラの機能は向上して、13とかね、新しい機種だとね、すっごく綺麗に撮れますよね。まあ、私の場合は、メインで使ってるスマホは11 Pro なので、外で動画とかね写真とか撮るときはもちろん11 Pro 使うんですけども、家でね動画撮影とかはこういうサブで使ってる、これは iPhone 7なんですけども、これでもね十分撮影はできますのでね、いつもお家でね動画撮るときなんかはこのサブの携帯を使って撮ってます。ではね、早速なんですけども、この三脚に、このスマホを固定して、まずは動画の撮影を始めたいと思います。で今回の動画なんですけども、数日前にねアップされていると思うんですけども、先日ねダイソーに行ってきてね、ちょっといろいろと購入してきたので、このダイソーで買ったものをね紹介するという動画をこれから撮りたいと思います。動画を撮るところを動画を撮るっていうね光景なんですけども、じゃあちょっとね三脚の固定をしていきたいと思います。
はい、こんな感じで、固定ができました。ここにね、今スマホが、置いてあります。セットされてます。で、こんな風にね、もちろん もっと伸びますけども、今ね、座って低い位置での撮影なのでね、あまり三脚は伸ばしてはいません。こんな感じです。で、ここのカメラに向かって、動画を撮りながらね、物を映したりとかもね、ここでできるのでね、やっていきます。ちなみに、ライト、照明ですけども、まあ、照明っていろんな照明があると思うんですけども、まあ、部屋の明かりで十分明るいのと、あとこのスマホ自体のね、LED のフラッシュのね、ライトも点灯させています。これだけでもね、十分明るさは確保できると思うので、じゃあね、早速、動画の撮影を始めていきたいと思います。ちなみに基本的に喋る内容というのはもちろん事前にシミュレーションはするんですけども、言葉自体は私の場合はその時に出てきた言葉をストレートでね、おしゃべりするようにしてます。むやみにね考えるよりはやっぱり流れでね話した方がいいかなと思って気をつけてます。では動画を撮りたいと思います。いきます。これがねいつも緊張するんですよね。いきます。皆さんこんにちは、おーチャンネルです。よろしくお願いします。さて今日はですね、先日ダイソーで いっぱいでもないかな買い物をしてきました。じゃん、こんな感じです。ダイソーで買ったものをね、今回はご紹介していきたいと思います。というわけで今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。バイバーイ。はい、というわけでなんか不思議、動画を撮ってるってなんか変な感じですけども、はい、こんな感じでね動画の撮影が終わりました。いつもねこのスイッチをポンと押して喋ってでまたポンと押して、動画を撮り終わった時のふーとかっていう感じ、オンオフがね切り替わる瞬間なんですよねまあ YouTube やってる方だったらみんなそうなんかもしれないけども、というわけでねこれで動画の撮影が終わりました。で次編集なんですけど、まあ編集する前にね、もちろんこの辺りは片付けたいと思います。まあ今日はね商品の紹介だけだったんですけども、もっと大掛かりな撮影とかね、私たまにビーズとかやるのでね、撮影の後の片付け大変なんですけども、まあでもね、面白いから頑張るんですけどねじゃあちょっとね片付けをしてから編集の方に移りたいと思います。編集作業はパソコンでやりますのでね、パソコンの方に画面を切り替えたいと思います。はい、それでは先ほど作った動画の編集をしてい、いきたいと思いますけども、今ね画面はパソコンの画面になってます。で動画の編集ってね、まあスマホでやったり、パソコンでやったりどちらでももちろんできますね。で iPhone なんか使ってる方だと、Apple のね iMovie のアプリをよく使うかと思います。でまあそれ以外にもねいろんなアプリありますし、もちろんパソコンもね、本当に多種多様なさまざまなアプリがあると思います。で私もね動画編集いろいろ試してはきたんですけども、なかなかね高度な技術が必要だったりとか、結構細かい難しい作業が多かったりとかして、動画の編集すごくハードルが高いものだと YouTube 始める前はずっと思ってました。で、まあ、YouTube 始めてからですね、私初心者なりにねいろいろと探して自分に合うものを探したんですけども、今日これからご紹介するアプリは私が常に使ってるものになります。それは何かというと、この Windows、 私が使っているのは今 Windows の10ですけども、この Windows 10のパソコンの中に標準搭載されている、フォトというねアプリを使ってみたいと思います。まあ、他にもねダウンロードしていろんなアプリ探してみた、見たんですけども、案外ねこのフォトのアプリって使いやすいなーなんて思ってます。もともと写真を見る閲覧アプリなんですけども、簡単なね動画の編集もできるのでね、ぜひお試しいただければと思います。ではねやってみたいと思います。じゃあまずねこのスタートメニュー立ち上げます。でもうここに私いつも使ってるのでこのフォト出てくるんですけども、もしこの項目の一覧になかった場合は検索ね、検索をするところでフォートと入力するとこうやって出てきますのでね、じゃあこれをクリックして起動させましょう。はい、アプリが起動しました。今こんな画面、これが最初の画面になります。でですね、動画の編集をするとき、まず最初はですね、この一番左の方にね、上に何個か項目が並んでますけども、ここビデオエディター、ここをクリックしてください。はい、画面変わりました。そしたらですね、この青く書いてある部分ですね、新しいビデオプロジェクト、ここを
クリックします。はい、画面が切り替わりました。でね、こんな画面が出てきます。ビデオの名前を指定というふうに出てますけども、まあ、これ後ほどでもできるので、いつも私はここはスキップしてます。で、これがビデオ編集、動画編集の一番最初の画面になります。で、まあ、いくつか項目があるんですけども、まあ、この左のところにね、追加、ここは本当によく使います。追加というのがあります。動画とかね、あとは画像のデータなんかはここから呼び込んできます。そうするとこの辺りに一覧で出てきます。で、一覧が出てくるので使いたいものをね、この下のところに並べていくということになります。で、この動画を並べていくと、この右上のところにね、並べている順番で、動画がね、出てきます。今まだ何もしてないので真っ暗な画面ですし、カウンターもゼロのままです。スタートから終了までがね、ここでね、一覧で見ることができます。で、まあ、あとはね、右上の方にもね、カスタムオーディオ、これは音楽とかね、BGM とかの編集で使う部分です。で、最終的に全部終わると、このビデオの完了というところをやって、一つの動画のファイルが完成するということになります。じゃあね、早速やっていきます。じゃあ、まず最初、追加です。そして、この PC からというふうになります。はい。で、私がいつも使ってる、まずこのオープニングとか、あとはエンディングのね、この映像があるので、これをまず2つ選んで、ポンと押します。で、ちょっと私いつも見やすいように拡大表示をしてるので、ここにちょっとね、薄くというか細く映っちゃってるんですけども、通常の倍率の表示だったらちゃんとこう映りますからね、ご心配なくということで、今ここオープニングとエンディングのね、映像が入ってます。なので、使いたいので、これをドラッグ&ドロップで、このようにね、はい、入れました。で、順番がこれ逆になっちゃうので、これをじゃあね、エンディングの方をこのように移動させます。はい、で、これでオープニング、エンディングという順番になります。これもちろんね、こういう風にね、こんな風に移動させることができます。ちなみに今これだけだとまだね、メインの動画は間に入っていないんですけども、これだけだと一応やってみましょうか。再生をポンと。こんな感じです。じゃあこの合図に、メインの動画を差し込んでいきたいと思います。そしたらですね、もう私すでにパソコンに保存しちゃったんですけども、あの iPhone からね、パソコンは USB ライトニングケーブルで接続をすれば取り込むことができますし、 Android とかね、あとデジカメなんかだとね、 SD カードとかね、マイクロ SD カードにデータが入りますから、それを、パソコンに取り込んでいただければと思います。では PC のフォルダにしてですね、どこだ、ピクチャーだね、ピクチャーに保存してます。先ほど作ったのがですね、これです、動画ファイルというこれですね。これをじゃあまたドラッグ&ドロップで下に持ってきます。はい、こんな感じ。そうするとオープニング、そしてメインの動画で、エンディングという順番でこれがね入ります。じゃあちょっとオープニングのところから流してみたいと思います。ほい、そして皆さんこんにちは、おーチャンネルです。よろしくお願いします。流れてきますね。さて今日はですね、じゃあちょっとストップしますね。今この動画が、合計で5分54秒というふうになってますね。じゃあちょっと細かいものをいじっていきたいと思いますけども、ですね、こんなふうにして、で、この下にね、順番でね、こういうふうに並んで、表示ができるんですけども、例えば、今ね、この動画、ここ選択、周りにこの水色のね、四角で囲まれているときは選択中という意味になります。これオープニングのところでクリックすると、このオープニングが選択されたと、こんな風になりますね。そして、ここで、例えばなんですけども、ここにこのスピーカーみたいなマークがあります。音量の調整という風にあります。で、ここに特に私は今回はいじくりませんけども、ここを下げたりすると、その一つの動画のボリュームをね、上げ下げ調節することができますし、あとはここでこんな風にして、よいしょ、あれ、いくかな。これバッテンにするとミュート、音を消すこともできます。で、ちょっとここはね、いじくらないので元に戻しますね。あとは、ここに項目がね、いろいろあります。トリミング、分割、テキスト、あとモーション。
3D 効果、フィルター、速度なんていうのがあります。今回はじゃあここでですね、テキストを入れてみたいと思います。テキスト、テロップとかですね。じゃあですね、ここのテキストをまずポンと押します。はい。そして、今回のねこの動画の内容が、ダイソーで買ったものをご紹介っていう内容なので、一番最初の部分にですねちょっとテキストを入れてみたいと思います。でテキストはですねこの右側の上の部分、ここに入力するところがあるんですけども、この枠文字がちょっと小さくて私には見えないので、いつも私テキストを作るときにはメモのねメモ帳のこのアプリを立ち上げてですね、じゃあ何て書こうかな。ダイソーで、ダイソー購入品ご紹介と、音符と、こんな感じのテロップを作りたいと思います。ダイソー購入品ご紹介、はい、こんな感じです。そして、今これコピーしたのでこちらに貼り付けをポンとします。はい。で今度は、このテロップを入れる位置をちょっと決めたいと思います。じゃあね、ちょっとこの先ほどの動画をね、ちょっと再生させますね。皆さんこんにちは、おーチャンネルです。よろしくお願いします。さて、今日はですね、この辺りから行こうかな。今日はですね、って言ったから、6秒のところからでね。で、ここにね、青くくくられた部分がありますけども、これがテロップの部分になります。なので、ちょっとこんな風にして、はい。これをこうやってね移動させることでテロップをねどの辺の位置に入れるかが変えられるんですけども、今このスクロールしたところ、私今6秒の部分で止めました。ここをテロップの先頭にしたいので、こんな感じ、はい、こんな感じです。そして、テロップの種類とかを選んでいきたいと思います。これがね中央とかね、あとは上下とか左右とか、この表示させる位置が変えられるんですけども、下ですよね、下にして、で、今度は書体とか種類がいっぱいあるので、いろいろあるんですけども、今回はどれにしようかな。ピクセルというのを私よく使うのでこれにしたいと思います。じゃあちょっと今6秒の位置からなので、だいたい10秒ぐらい表示させようかなと思うので、16秒まで。実ダイソーでいっぱいでもないかな、買い物をしてきましたが、こんな感じです。ダイソーで買ったものをね今回はご紹介していきたい。はい、ぴったり16秒。16秒の部分まで今このバーが伸びましたので、ここの部分がテロップの終了位置になるので、この最後の部分を、はい、これで、テロップの終了部分という風になります。でちょっと最初から流してみたいと思います。6秒から16秒の間にテロップが入る。皆さんこんにちは、おーチャンネルです。よろしくお願いします。さて今日はですね、先日ダイソーで いっぱいでもないかな、買い物をしてきましたが、こんな感じです。ダイソーで買ったものをね今回はご紹介していきたいと思います。はい、こんな感じでテロップ入りました。はい、じゃあこんな風になりましたね。今テロップの編集ができました。あとは肝心の BGM をね差し込んでいきたいと思います。では BGM はですね、この右上の方の項目にね、このカスタムオーディオというのがあります。ここで音楽の編集とかができるんですけども、まあ、ここに BGM って書いてありますけどね、はい、カスタムオーディオというところに入ります。はい、これがオーディオの編集になります。でですね、ここオーディオファイルの追加というのがあります。そうするとまたフォルダの画面が出てくるんですけども、まあ、私がね常によく使っている BGM はここに一覧でねしまって保存されているのですけども、じゃあこの BGM1 番、これがね、まあ、いつもお聞きいただいているよく使う BGM なんですけども、インターネットとかでね検索をするとね、あのフリーのね BGM いっぱい出てくると思います。まあ、YouTube の場合はね、あの著作権とか結構厳しいのでね、このあたりはね十分お気をつけくださいね。で今この BGM の、ね、ファイルの追加をしているところです。もう少しすると終わりますのでお待ちください。あ、終わりました。そうすると、この右のところにね今入れた BGM がここに入ってます。そしてこのまた左下この青い部分が、BGM が流れる区域という風になってます。で今これ流しちゃうとちょっと音が大きすぎるので、ちょっと音量をね、このぐらいまでかな、はい、に下げてちょっと再生してみますね。皆さんこんにちは、おーチャンネルです。よろしくお願いします。さて今日はですね、先日こんな感じです。で、
実はこの BGM は確か2、3分で終わる BGM なんですね。で、今回今作ってる私の動画、これ5分54秒なので、BGM が1回だけじゃ足りないんですよね。ここの部分で BGM が切れちゃうので、継ぎ足しをしなくちゃいけないですね。なので、ここをね、動画のこのバーをちょっと送ってですね、このあたりかな。1曲目が終わるちょっと前ぐらいに、送りました。じゃ、ちょっと再生します。ですね、単音のやつと、もう1個、はい、単3の乾電池、両方買っておきました。まあ、これはストックですね。はい、ここで1曲目が終わります。なので、足りないので、またもう1回ね、同じように、オーディオファイルの追加で、同じ曲ですね、BGM1 番、これを追加したいと思います。終わるかな？あ、終わりました。で、ここがね、2曲目の最初の部分から、継ぎ足しができました。じゃあ、これも同じように音量をちょっと下げますね。こんな感じかな。そして、2曲目なので、最後の部分はフェードアウトしたいと思います。フェードイン、フェードアウトっていうのがね、編集であるんですけども、フェードインっていうのは少しずつ音を大きくする。フェードアウトは少しずつ音を消すです。BGM ね、動画が終わるときにいきなり曲が途中でブツって切れると、ちょっとね、なんていうか、後味が悪いというか、はありますよね。なので、少しずつね、音を消していくっていう手法があるんですけども、それがこのフェードアウトですね。フェードアウトをオンにします。で、ちょっと再生します。ね、はい、100円でね、乾電池がはい、買えこんるななん感てじでね、昔じゃありえませんで BGM しまたたよ差し込ね。むことができスーましパーた。とかであと買うと、は、ちょっとやっ今ぱ度りは高い。こまあ、のままだとね、ちょっと最後の方にしてみますね。わかります？ BGM が人間の声に戻っちゃってるんですよ。これは良くない。これは良くないので、はい、直します。また元の画面に戻しましたけども、BGM を切る部分ですね。なので、このメインの動画とこのエンディングの間に挟みたいので、このエンディングのところに持ってきてですね、そしてまたオーディオ編集画面に戻して、で、今このバーがある部分っていうのが、動画の終わりとエンディングが始まる部分の境目になります。なので、このエンディングが始まる境目で BGM を終わらせたいので、こんな風にして、ほいっと。これでエンディングの始まりの部分で BGM が終わるようになってます。ちょっとかけてみますね。ちょっと戻して、再生します。させていただきました。というわけで、今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。バイバーイ。大事ですね。はい。ちなみに、先ほどフェードアウトを入れましたけど、このフェードアウトしないで、BGM を切ると、ちょっと一応やってみますね。おかしくなるから、絶対。後味が悪くなまる。した。というわけで、今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。バイバーイ。なんか嫌じゃないですか、これ。だから、やっぱりフェードアウトは入れた方がいいんですよ。で、これで、もう本当にね、細かいことですけどね。はい。もう一回。大丈夫ですね。OK です。はい。というわけで、これで完了と引っ越して。これでね、一通り完成しました。ちょっとね、オープニングのところに持ってきて、大きい画面で一回再生してみたいと思います。最初の部分ね、いきます。再生してみます。皆さん、こんにちは。おーチャンネルです。よろしくお願いします。さて、今日はですね、先日ダイソーでいっぱいでもないかな、買い物をしてきましたが、こんな感じです。ダイソーで買ったものをね、今回はご紹介していきたいことんな感じで思すいね。はい、できまます。した。はい。というわけで、これで完成です。というわけでね、あとはこれを一つの動画にまとめるだけですので、画面の一番右上のところにあるこのビデオの完了というところを押します。そうすると、こんな画面が出てきます。ビデオの完了です。で、ビデオの画質というのがあります。これ結構重要で、
この 1080p が推奨というふうになってます。720、540下がるたんびに、画像とか画質が悪くなるというかね、小さい方がファイルが軽いんですけども、ちょっとね荒っぽい映像になるという。で重たくなるけどもやっぱり綺麗な方がいいということは時もこの 1080p にするんですけども、今回はねじゃあこの間の 720p の画質でね作成したいと思います。はい、こんな感じです。でこれを選択したら今度はここねエクスポートというところ、エクスポートというところがあります。これをポンと押します。そうするとこのファイルの保存先が出てきます。私いつもここに保存してます。新しいビデオという今タイトルでなってますけどもね、このままでいいかなと思いますけど、じゃあこれでエクスポート開始です。そうするとこんな画面になります。エクスポートの作業が終了すると自動的に動画が作成されます。このエクスポート、動画の生成みたいなものなんですけども、長い動画だともちろんエクスポートにも時間がかかりますし、短い動画だと、30秒とか1分ぐらいでね、動画が作成する、完了する時もありますけども、今回作った動画が大体5分から6分ぐらいなので、エクスポートも2分か3分、3分もかかんないかな、2分ぐらいで、終わるかと思います。ちょっとこのまま放置したいと思います。こんな感じでね、動画の編集、動画の撮影と編集を簡単にご紹介させていただきました。もちろんね、このソフト Windows 10にね標準搭載されているソフトですから、あんまりね高度な編集というのはできませんけども、今やったように BGM を差し込んだり簡単なテロップを入れたりとか、あとはトリミングとかね、動画のカット、速度を変えるとか、あとは 3D 効果ちょっとフレームをつけたりとかね、いろんな編集もできますのでね、それなりに使い勝手はいいかなと私は思ってます。私が今まで作ってきた動画の 95% ぐらいは全部このフォトのアプリでね作っています。なのでね、YouTube をしなくても、例えばなんか動画の編集をして、なんかね記念の動画を用意作っておくとかね、ネットにアップしなくてもね、あとは SNS にショート動画とかをなんかちょっと凝った動画を作って編集したいやつをね、やりたいなとか、なんかそういうことがありましたらね、これは結構おすすめしたいアプリだと思います。もう少しでエクスポート終わるかな。ちょっとねややこしいお話ですけども、これ今度は今この作成している動画編集の動画をまた編集したいっていうちょっとややこしいんですけどね、したいと思いますけどもね。もう少しで終わります。終わると、作成した動画がね自動的に再生されますのでね。で、あとはこの編集した動画を今度はYouTube のサーバー上にアップする作業があります。で、そこではね、タイトル作ったり、概要欄の、説明を書いたりとか、あとはアップロードする、公開する、日にちと時刻とかの設定とか、そういうのもまたありますので、機会があったら、そちらのご紹介もまたできればいいかなって思います。終わった。そうすると、再生されてます。こんな感じです。皆さんこんにちは、おーチャンネルです。よろしくお願いします。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日は YouTube 私がやっている動画の作成編集、そんなものをね簡単にご紹介させていただきました。参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。バイバーイ。